はい、あるです。おはようございます。はい、ゴールデンウィーク、一発目はですね、またかですね。はい。まあ、前回の山桜と、まあ、絡めたね、こう、まあ、熊高の写真を、まあ、撮りたいということで、1ヶ月ぐらい前かな、先月、まあ、ちょっと行ってきて、まあ、無事ね、ギリギリ、まあ、なんとか撮れたかなと、まあ、いう感じやったんで、今回はですね、藤の花と、まあ、一緒に絡めて撮れたらなと、まあ、思っております。ただ、まあ、前も言ったように、自然のもんなんでね、ほんまに、その藤の花付近を飛んでくれるっていう保証はないんで、まあ、行って、飛んで、撮れても、まあ、全然違う場所を飛んでたりとか、写真としてね、ほんまに目標は達成されないかもしれないんですけど、ただ、まあ、撮れるだけでも、見れるだけでも、まあ、満足、まあ、そこはするんで、はい、まあ、行ってみようかなと、はい、いう感じで、まあ、今、向かっております。はい。なんで、機材は、まあ、いつもの D500 に、まあ、1.4 のテレコンに、64ですね。はい、F の64です。はい。なんで、まあ一応そんな感じで、まあ楽しんでいけたらなと思います。だからまあ、藤の花との絡みは、もう最終の、まあ、まあ目標ということで、まずは、飛んでんのを、まあ見れる、止まってんのを見れる、で、まあシャッター切れるっていう感じですね。はい、まあ熊高なんでね、そんなまあ簡単に撮れるとは思ってはないんで、はい、という感じでですね、まあ楽しんでいけたらなと。思います。はい、それでは、行ってきまーす。はい、ということで、行ってきました。いやー、今日は良かった。
今日はめちゃくちゃ良かった。まあ、目標にしてた、藤の花との、まあ、絡みに関してはね、正直ね、もう、ほんまにね、藤がこう、映ってるか、映ってないかぐらいの感じなんで、まあ、撮れててもね、もう、こう、無理やり、なんていうかな、この寄せた感があるんで、バッチリかって言われると、もう全然そんなバッチリじゃなくて、もうドンピシャな位置に、まあ、来てはくれなかったんで、まあそれはね、もう仕方ないんで、まだね、次回、まあ持ち越しという感じで、それはまあそんな感じやったんですけど、ただね、今までで一番ええんちゃうかなっていうぐらい、良くて、特に午前中。ほんま。なぜ午前中かというと、やっぱりね、こう太陽が上がりかけの時なんで、その条件的にもやっぱめっちゃいいんですよ。かげろうの問題であったりとか、その太陽のね、日の強さであったりとかっていうのがやっぱ午前中が一番良くて、で、またね、熊高もね、午前中ね、なかなか近かったんですよ。なかなか近いところで撮れたから、それと、そういうね、太陽の、まあ、光の加減とか、まあ、高さとかね、そんなのがちょうど良くて、まあ、午前中、まあ、朝のね、写真が、まあ、一番良かったんじゃないかなと。はい。で、まあ、そっからね、昼からもずっと粘ってたんですけど、あんまりね、ちょっと可能性としては、まあ、昼からの方が出悪いかなと思ったんですけど、昼からもね、待ってたら、まあ、何時間かに一回は、まあ、出てくれて、まあ、最初はね、こう、稜線をね、ちょっと遠くの方飛んでる感じだったんですけど、まあ、中盤から後半にかけてね、結構、まあ、それも、まあ、近場をね、まあ、飛んでくれるような、まあ、状況だったんで、まあ、残念ながらちょっと光はきつかったんですけどね。はい。ただ、まあ、めちゃくちゃ楽しいんだ、今日は。今までの熊高で一番良かったんじゃないかなと思うぐらい、まあ、良かったんで、はい、今日はね、大満足の一日となりました。はい。またね、まあ、こんな日ってあんまり多分ないと思うんで、珍しいと思うんでね。はい。まあ、連続してはないと思うんですけど、はい。またね、まあ、チャレンジね、したいと思います。はい。そんな感じで、まあ、今回この辺で終わりたいと思います。はい。それでは、はい、お疲れ様でした。いやー、暑かったー。楽しかったけど、顔痛いわ。